議論の進展はありました。理解も深まったと思っておりますが、交渉継続中でありまして、2回目の交渉に臨むということになりました。茂木大臣は6日、イギリスのトラス国際貿易省と EU ・ヨーロッパ連合からの離脱後、新たな枠組みとなる日英経済連携協定の交渉に臨みました。 8時間以上にわたった交渉について茂木大臣は一定の進展はあったものの市場アクセスなどをめぐり論点が残されていると強調し7日の交渉で大筋合意に至るかどうかについてはやってみないと何とも言えないと述べるにとどめましたまたイギリスが t p p 1 1への加盟に意欲を見せていることについては歓迎の意思を示しています